失礼しますってさっきのさ、もうびっくりしましたよ。いつもだったら今日行くねって LINE 来るのに、どうして今日は LINE くれなかったんですか？もしかして私がサプライズ好きって知ってました？バレてましたか？さすがさきのさん、嬉しい。でもどうしたんですか？いつもこの時間仕事だったじゃないですか。うん、そうなんだ、早く終わったんだ。さすがさきのさんの頑張りのおかげですね。さすが社長さんですね。今日は何しますか？え、可愛い子ねだりしてほしい。どうしようかな。さきのさんがシャンパン開けるところ見たいかも。本当に嬉しい。シャンパンお願いします。嬉しい、ありがとう。さきのさん毎回毎回嬉しい。うん、え、今度欲しいもの、さきのさんからたくさんもらってるから、もう全然大丈夫。もうさきのさんが来てくれるだけで私すっごい嬉しいから、全然何もいらないよ。え、そう、最近ね、あ、インスタ見てくれたんだ。そう、最近私運転免許取って。そうなんですよ、私マリオカートすごく下手だから人引いちゃうかもと思って絶対免許取れないと思ってたんですけど、今回取れちゃって。面白い。そう、でもまだ車持ってないからどうしようかなと思って。え、車ですか？大丈夫ですよ、本当に全然いらないです。え、でも、もし、私が欲しいの、ちょっとジムニー女子とか憧れてて。え、いらない、本当にいらないです。え、そうですよ、誕生日。あ、そうです、そうです。12月。はい、21。はい、誕生日です。はい。え、本当に大丈夫ですよ。え、全然いらないですから、期待とかしちゃいます。嘘です、嘘です。本当に来てくれるだけで嬉しいんで。あ、シャンパンありがとうございます。今日も本当にお疲れ様です。ありがとうございます。もう本当に毎回飲みっぷりですよね。はい。実は今日、はい、ちょっとだけなんかもう飲みすぎちゃって、そうなんですよ。で、今日ヘルプの子、はい、ヘルプのマキちゃんなんですけど、めちゃくちゃ可愛いですよね。そう、マキちゃんすっごいお酒が、めちゃくちゃ強くって、マキちゃんにシャンパンあげてもいいですか？ありがとうございます。どうぞ、マキちゃん。すごーい、めちゃくちゃ可愛いですよね。私、マキちゃんのフェイスラインすごく好きで。え？私のフェイスラインの方が好きですか？お世辞がうまいな、本当に。もう本当にさきのさんがいる日ってめちゃくちゃ楽しいんですよ。もちろん他のお客様とお話ししてもすごく楽しいんですけど、もうさきのさんが来ると元気もらえるっていうか、そう、さきのさんの顔見ると頑張ろうって思うんで。本当ですよ、私嘘絶対つけないタイプなんで、この目見てくださいよ。え、絶対つかないですよ、嘘。本当です、本当です、もう本当のことしか言わないんで。だからもうさきのさんは私のとっての癒し的な感じの存在ですよ。え、もう一本シャンパン下ろしちゃうんですか？いいですよ、本当に大丈夫ですよ。だっていいんですか？シャンパンお願いします。嬉しい、本当に元気出ちゃう。頑張ります、今日も。うん、え、今日終わりまでいてくれるんですか？さすが、ありがとうございます。あやめさん、指名いただきました。はい、あ、指名、はい、わかりました。はい。え、さきのさん明日とか予定あるんですか？あ、そうなんですね。うんうんうん。あ、今日夜までいてくれるんだったら全然、そうだ、アフター大丈夫ですよ。あ、はい、え、嬉しい。うん、はいはいはい。あ、でもどうしようかな、アフター、そっか、そうですね、明日朝仕事早いんだったら次同伴とかでどうですか？本当？嬉しい！私最近ハマってるの、海鮮好きなので、お寿司とか。へぇ？連れてってくれるんですか？お願いします。はい、わかりました。はい。え、嬉しい！楽しみにしちゃう。え、もうね、話が楽しすぎちゃって。そうなんですよ。別の宅移っちゃうの寂しい。またすぐ来るんで、飲んでてくださいね。はい、楽しみにしてますね。ありがとうございます。失礼します。動画最後まで見てくれてありがとうございました。他にも TikTok、Twitter、Instagram でやってるので見てください。 Instagram はあるあるストーリーやネタ投稿などしてるので、よかったら遊びに見てバイバイ。